札幌武道山仲介店舗ガス爆発事故とは、2018年12月16日に、北海道札幌市と夜平区で発生したガス爆発事故である。2018年12月16日20時29分頃、札幌市と夜平区平岸市のアパマンショップ、平岸市駅前店等が入居する木造を2階建ての雑居ビルで爆発が発生。同店及び隣接する。 居酒屋、北の魚家海桜平岸店が、東海、炎上し、52人が負傷した。北海道新聞の報道によると、爆発音は 20km 離れた江別市内でも、聞こえたという。火災は、翌17日2時10分に鎮火した。北海道警察などの捜査によると、この日、アパマンショップ、平岸駅前店内では、店舗改装に伴い、従業員が、 ジメチルエーテルとエタノールを含んだ未使用の除菌消臭スプレー120本を廃棄するため、噴射して空にするという処理を行っていた。この時、店舗のドアや窓は閉め切られたままで換気されていなかった。その後、湯沸かし器をつけた際に、店舗内に充満したガスに引火し、爆発が起きた。爆発の衝撃で同点などのプロパンガスボンベの配管が外れ、 可燃性のガスが流出したことも火災が広がった原因とみられる。事故発生当初、運営会社はスプレー缶の在庫は160本としていたが、同系の捜査では、店内から240本以上のスプレー缶を押収している。また、同店店長によると、事故当日の昼頃に屋外でスプレー缶の廃棄処理を行ったが、 通行人に目撃されたためすぐに店内に戻ったという。実際に店舗裏で男性従業員二人が壁に向かってスプレー缶四本を噴射しているのを近隣住民が目撃している。この爆発について元北海道大学工学部特任准教授の早坂博文は音速を超える衝撃波を伴う爆号が起きた可能性があると指摘している。 発生直後は、北海道系が原因を特定していなかったため、居酒屋を爆発の発生源と疑う、初期報道もあった。隣接の居酒屋、北の魚家海桜平木支店ではほぼ満席の40人以上の客がいた。特に2階では、階段付近から出火したため避難しにくくなったが、多くの客が不動産店舗と逆側に逃げたことで2階の床が抜け、 一階の瓦礫がクッションとなり、全員が外に避難することができた。被害は、現場となった建物のみならず、周辺のマンションで、窓ガラスが割れる、吹き飛ばされた途端屋根が、河川に接触した結果240個が停電するなど、近隣一帯に及んだため、札幌市は、平岸町づくりセンターを避難所として開放し、窓ガラスが割れた家の住人など60人が一時、避難した。 その他、現場前の国道453号が通行止めとなったため、沿線の店舗は営業休止、北海道中央バスと上鉄バスは一部路線の迂回運行を余儀なくされるなど、市民生活にも影響が出た。この事故を受け、アパマンは同月18日にホームページ上で謝罪文を発表したほか、同日夕にはアパマンショップリーシング北海道の社長が、 謝罪会見を行った。20日には被害者相談のための現地受付窓口を現場近くのビルに開設している。同22日夜には被害者向けの説明会を開いた。なお事故発生翌日の17日には東証ジャスダックにおいてアパ,パマンの株価が5場に入り急落した。また従業員が紛失したスプレーはすべて新品で、 同店ではこれらのスプレーを使う消臭サービスについて、顧客から代金を受け取っていながら、未実施のケースがあったことが前日の会見で明らかになっている。アッパマンショップリーシング北海道は運営する道内13店舗において実態調査する意向を示しており、またアッパマンも他の子会社の運営店舗で同様の事例がないか調査すると発表した。札幌市消防局により、 爆発があった雑居ビルには消防法上多くの不備があったことが明らかにされた。雑居ビル所有者と入居していたサンテナントにはいずれも防火管理者を置く義務があったが、いずれも選任されていなかった。また、消防計画もなく、漏電火災警報器や避難器具も設置されていなかった。2016年6月から2018年10月まで、 1> 計1 2回にわたり消防局が指導を行っていたが、結局何の対策もなされていなかったという。アッパマンは、爆発火災事故の賠償金などで、2019年9月期に、特別損失10億円を計上すると発表し、同期の連結純損益予想を、従来の6億円の黒字から1億円の赤字に、下方修正した。現場付近の被災者への補償は大幅に遅れており、 店舗移転を余儀なくされた被害者へ移転費用を保証しない等の問題が発生している。なお巻き込まれた店舗のうち前述の海桜については、事故から約半年後の2019年6月26日に南区住川へ移転した上営業を再開した。事故から約1年経った2019年12月2日、同系はアパマンショップ平岸駅前店の店長の男を、 重過失障害と重過失激発物破裂の疑いで書類送検した。2020年4月9日、札幌地検は元店長を同罪で在宅起訴し、6月16日に初公判が開かれた。2019年12月16日、爆発現場に隣接するマンションの住民30名が、アパマンショップレーシング北海道に対し、精神的苦痛に対する、 遺写料などとして、総額5050万円の損害賠償を求めて、札幌地方裁判所に提訴した。2020年8月18日、重過失障害と重過失撃発物破裂の罪に問われた元店長に対し、札幌地方裁判所は、禁錮3年、執行猶予4年の判決を言い渡した。事故現場となった2つの建物は直ちに解体、建て替えられ、 2020年3月に地上3階建てのクリフサイド BLDG が竣工。同ビルの1階にコンビニエンスストアのファミリーマート、札幌平岸三条八丁目店が入居している。ありがとうございます。